鏡大島のマンゴーはね、まあ、手頃な価格です。で、タンカンバナナで、緑色の実がついてます。なんでしょうか。あ、これがパパイヤ。ああ、そうですね、パパイヤです、これね、うん。平成29年、国定公園から国立公園にね変更されまして、今年7月正式に世界自然遺産登録の年地となりました。まあ、いくら認定ガイドの、ね、車両でも、まあ、ここはもうね車通さんようにしようかっていうね。奄美大島、徳之島、年間50人前後ハブ噛まれてます。ハブに噛まれる方からもう交通事故扱いです。それでは私たちどこにいるのか、居場所の確認をね、ユーラシア大陸から地殻変動で分かれてできた島です、奄美大島。ということで、奄美大島は植物1300種類ね、300がシダです。おー、上をルリカケスちゃんじゃなくてズワカオバトが飛んでいきました今ね、うん、サケヘゴのね赤ちゃん、こんな感じです。恐竜時代、ジュラ紀、白亜紀ね、恐竜たちと共に生きてたシダ植物代表格ね、ヒカゲヘゴです、はい。俺ハブがいたんだけどね、ヒカゲヘゴの目がもげるとこんな感じ、なんか。